皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。対戦の後にアジアカップのメンバーが発表されたけど、どちらかというと落選したメンバーが目立ったね。招集された久保、三笘、冨安、旗手らの状態は大丈夫かという問題もありますが、落選組も豪華な顔ぶれですもんね。森保監督の選ぶメンバーの中では常連と言っても良い鎌田、田中碧、古橋というメンバーが落選。鎌田はクラブでは出場機会にも恵まれないとはいえ、これまでの代表で存在感は見せていましたし、田中碧は2部とはいえ、チームにフィットしてきている感もあります。古橋も昨季ほどではないですが、点を決めてないわけではないですし、それぞれ絶対的な存在ではないにしても、代表においても一定の存在感を出していた3選手だけに、この選考には否定的な意見というよりはよく決断したなというような反応が多い。田中碧なんかは対戦で持ち味を見せてゴールも決めてましたし、アジアなら貴重な武器になると思うのですが、ここで森保監督の会見での発言を見ていこう。招集できる条件の中でベストということで、このグループを作らせていただいている。詳しくは話せないが、置かれている状況はいろいろ状況がある。グループ全体を見た時に招集していない選手は他にもたくさんいる。チーム編成するにあたって、いろいろな条件の中で選んだとご理解していただければ。とやや言葉を濁すようなコメントで常連組を外した理由を説明。さらに決定までのプロセスについても、海外組の選手は、2週間前にレターを出さないといけない。大体の選手が決まっている中で数人は招集するかしないか、クラブ側をお待たせしていた。スタッフミーティングで、今日の試合を終えてどうするか確認して最終決定しクラブ側にお知らせした。としている。つまり、落選組も含めてクラブ側には事前に招集の可能性を伝えていて、その上で発表したという形が考えられる形だね。数人は招集するかしないか、判断を決めかねてた存在がいるのは間違いないところですが、それが落選組だったってことですかね？クラブ側に拒否権はないとはいえ、代表とクラブの関係性は悪いよりは良い方がいいに決まってる。つまり、森保監督の言う、詳しくは話せないが、置かれている状況はいろいろ状況がある。というコメントは代表の選手によってクラブの中での立ち位置、状況が異なっているということ。そして鎌田、古橋、田中碧の共通点としては冬の移籍市場でクラブが変わる可能性があるんじゃないか。そう予想している人は多いし、普通に考えてもその可能性が高い。なるほど、アジアカップに招集されると2月半ばまではプレーできないし、移籍が成立する際の障害になりかねないってところですか。日本代表が実力をつけていく過程で海外で経験を積んでいるというのは切っても切れないところ。この3選手の移籍について少し最新情報を整理しよう。まずは田中碧。田中碧はずっと移籍の話が出ていますよね。本人的にも早く決めたいとこなんでしょうが。昨年中にはブンデス1部のフライブルク、シュツットガルトから関心を寄せられ、年末の現地報道によれば、デュッセルドルフと締結している2025年6月末までの現行契約には、500万ユーロの解除条項が付随している。しかし、350万ユーロ程度での獲得も可能である。すでにシュツットガルトは田中の代理人と接触し、移籍金をめぐる交渉が開始されている。と移籍の話が進んでいるという報道もある中で、最新の現地報道では、デュッセルドルフ幹部は、田中がアジアカップ欠場により、移籍のショーウィンドウに登場しないことを密かに喜んでいる。ブンデスリーガ移籍の可能性は、ここ数日間で大幅に低下した。デュッセルドルフの要求額である300万ユーロが提示される可能性は低い。と麻薬の報道が行われている。その理由として現在デュッセルドルフが2部で昇格を目指せる位置であることを挙げ、彼の調子は冬に向けて明らかな上昇傾向を示していた。日本代表が残留すれば、シーズン後半の昇格レースで X ファクターになるかもしれない。と指摘している。田中碧についてはデュッセルドルフの幹部も、彼はフォルプナの状況を把握し、助けになることを望んでいる。とし、ウィンターキャンプに田中碧は合流すると報道されている。なんか解釈が真逆すぎてどっちが本当なのかわかりませんね。ただこの期間の代表活動がクラブの移籍の障害になることは紛れもない事実。実際に同時期に行われるアフリカネーションズカップにおいて、チュニジア代表を戦外になったメイブリ。20歳にしてすでに背番号10番を背負い、代表キャップ数も27と期待の大きな若手の注目株だけど、所属するユナイテッドからこの冬にローン移籍を進めるためにこの大会で戦外になったという見方がされている。田中碧は代表にとっても攻撃で貴重なオプションだったわけだし、クラブで調子が上がらない時期でも森保監督は招集を続けて、田中碧も代表ではその期待に応えてただけに、
この公式戦のタイミングで戦外はあまりしっくりこないですよね。個人的にはチームごと昇格できればそれもありだと思うけど、現在4位と確実ではないだけに。可能なら個人だけでも昇格をこのタイミングで決めてくれたらと思うんだけど。冬の移籍は何があるかわかりませんし、これは見守っていきたいですね。そしてラツィオで調子が上がらないかまだ。こちらも冬の移籍が前々から報道されていた。理由としてはチームにフィットしない、セリエ A が合わない、ルイス・アルベルトとの共存が難しいことなど。主にチームの状況も鎌田にとって良いとは言えない状況、さらに来年夏には契約も切れることから。レアル・ソシエダやバレンシア、マルセイユ、ニューカッスルが関心を寄せているということだったよね。ラツィオにとってもフリーで鎌田に出て行かれるならこのタイミングで放出すれば少しでも補填できますし。ただ現地では鎌田の冬の移籍については、現時点では1月に日本人選手がフォルメットを離れる可能性はほぼない。いかなる話し合いも6月まで延期され、その時には鎌田は契約満了となり、自らが将来を自由に選択するための機会が提供される見込みだ。と移籍の可能性はないとしさ。さらにサッチ監督も鎌田については、彼はフランクフルトで見せていたようなパフォーマンスを発揮していないが、私は信頼を寄せているし、彼にはクオリティがあるから現状を打破できると信じている。フランクフルトで重要な選手としてプレイしていたのを見ているし、希望は捨てていない。と鎌田に依然期待をかけていると明かし、選手の補強でたびたびサッチ監督と対立が報じられるロティート会長も、わずかなチャンスしかないにもかかわらず、彼を引き止めるために全力を尽くすだろう。と現地では想定されている。反面、セリエ A で注意に低迷する現状においては、中盤やウィングの選手を獲得に動くだろうと現地は想定。そしてアジアカップに呼ばれなかった鎌田については、紅葉の淵から失望の淵へ。鎌田は数ヶ月の間に全てを失った。ローマで過ごした5ヶ月間は致命的だった。ポジティブに始まり、ネガティブに続いた。とクラブ、代表での居場所を失いかけているという記事を投稿。ルイス・アルベルトの離脱などにも触れ、中盤の補強が急務であること。つまり鎌田にとってより状況は厳しくなるとした後に。確かなのは、アジアカップのメンバーから外れたことからもわかるように。この日本人選手が少しでも信頼を取り戻すためには、もっと切れ味のあるプレーを見せなければならないということ。と移籍などの絡みで潜在になったわけではなく、鎌田の実力によってクラブでも代表でも居場所をなくしてると結論。冬の移籍の可能性が少ない点についてはラツィオが鎌田に支払っている給料を負担するクラブは出てこないことも付け加えている。なんか最悪のパターンですね。招集しなかったのはクラブの中で鎌田に浮上のきっかけを掴んでほしいって意味合いの方が強いのかもね。アジアカップに呼ぶってことはクラブでその機会を丸々失うってことですもんね。幸い日本代表では鎌田の穴を埋めることができる選手がいないということはない。森保監督の判断が代表にも本人にも良い方向に進むことを祈るのみですね。そして古橋についても移籍の話は同様に絶えない。ポステコグルー監督が指揮を取るトッテナムやブレントフォード。さらにブンデスのウニオンベルリンも獲得に関心があるという中で、やはり注目されるのはトッテナム。競合が加われば、ポステコグルーはソン・フンミンのベストを引き出せる。普段の左サイドに戻すことができる。ソンがこれまでサイドから多くのダメージを与えてきたことを考えれば、その責任を競合に託すのは賢明な手となるだろう。とソン・フンミンの負担を減らすことができると現地メディアは指摘。っていうか、トッテナム自体もソン・フンミンが離脱してフォワードの補強はこのタイミングでしたいとこなのでは？今はリシャルリソンの調子も良いし、その辺の絡みはわからないけど、どちらかというとセンターバックの補強の方が急務だね。ファンデフェンの離脱の穴を少しでも埋めるために、板倉や町田を含めて、ブランスウェイト、グエイのプレミア J、ミランのチャウなど多くの名前が挙がっている現状。フォワードまで手が回るかは微妙なところ。さらに古橋の移籍には多くの移籍金が伴う。それらの障害があることも考えると、シーズン途中の移籍はないと思う。セルティックの観点からは、彼がクラブに残っているという事実だけに集中している。今季は彼のベストシーズンではないかもしれない。だが、圧倒的にセルティックで最も決定的な選手だ。レンジャーズ、アトレティコマドリー、ラツィオといったチームを相手に得点を上げてきた。と評価を落としているわけではない。それを考えると古橋も移籍については厳しいかもしれないね。なんだかんだ落選組の選手たちに良いニュースがあれば嬉しかったですけど、現状では難しそうですね。ただ移籍というのは何が起きるかわからないのがサッカーの常識。選出されてもおかしくなかった3選手に冬の移籍の噂が常にあるのは何かの偶然というわけでもないはず。アジアカップに呼ばれなかった分、クラブで活躍して、シーズン終わりであっても、本人のステップアップになる、
そんな活躍を期待したいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。